歯科スマイルチャンネルです。今回のテーマは歯磨き介助の方法と注意点です。歯磨きが自分でできない高齢の方などに対しては歯磨きの介助を行いましょう。ただし少しでも自分でできることがあるならご本人にやっていただきます。その後にしっかり磨けなかった部分を中心に歯磨き介助をしてあげます。歯磨き介助を行うときはまずは体勢をしっかりと安定させましょう。はい、じゃもう少し奥まで座っていただいてよろしいですか。はい、ありがとうございます。相手の斜め後ろでも正面でも構いませんが、磨くときに姿勢が安定していることがポイントです。また歯磨きをしているときは相手の顔が上を向くことのないように顎をしっかり引いた状態で行いましょう。顎が上がってしまうと歯磨き中に誤嚥してしまう危険性があるからです。もう少し顎を下げましょう。ありがとうございます。そしてブラッシングの時は力の入れすぎに注意します。自分の歯を磨く時とは違ってどのくらいの強さでブラッシングしているのか分かりにくいためについつい強くブラッシングしてしまいがちです。はい、開けられてください。はい、痛くないですか。大丈夫ですか。高齢の方の歯茎は弱っていることも多いため、強すぎるブラッシングで歯茎から出血してしまうこともありますから、注意してくださいね。歯磨きが済んだら、最後にうがいをして口の汚れを吐き出します。うがいは外出先から帰ってきた時に行うガラガラうがいではなく、誤嚥の心配が少ないブクブクうがいをします。口の汚れを吐き出すにはブクブクうがいが適してるんですよ。それではまた。